皆さん、ごきげんよう。今日は、視覚のモジュール処理と視覚の経路について解説していきます。網膜に投射される情報は下界の光の波長です。人はそこから、色や明るさ、傾き、奥行き、動きなどの多くの情報を抽出し、分析し、統合し、物体を立体的に捉えたり、三次元空間を認識したりしています。 この処理は高速でおおむね正確で、視覚情報は、並列処理かつモジュール処理によって実現されています。並列処理とは別々の処理が同時に別経路で行われることを意味しています。また、モジュール処理とは、特定の領域が受け持つ専門処理があり、それぞれで段階的に処理されて統合されていく過程を指します。V1 の皮質モジュールには、含有異円中、方異円中、ブロップ構造がありました。 それぞれの専門領域で、片目からの情報を処理する、傾きの情報だけを処理する、色の情報だけを処理するといったことが行われていきます。この並列処理とモジュール処理は、網膜神経節細胞群での段階から行われており、3つの系に分けられています。大細胞経路、小細胞ブロップ間領域経路、およびブロップ経路です。 大細胞経路は明るさ、奥行き、動きの処理が得意であり情報処理が速く、小細胞ブロップ間領域経路はゆっくりと形態の細かな処理を行い、ブロップ経路は色の処理を行います。視覚処理の流れをざっくりおさらいします。目に入射する光は、角膜とレンズにより屈折し、眼底にある網膜像に結像します。 網膜の一番奥には脂細胞が並んでおり、脂細胞の外接にある脂物質に光が当たると、生化学反応が起こり、細胞内の膜電位が過分極し、光が電気信号に変換します。脂細胞には肝体と衰体の2種類がありました。肝体は光に対する感度が高く、夜間など照明が暗い場合の暗所脂で機能するが、色覚は生じません。 衰退は光に対する感度は低いですが、高解像度で、名処子で機能し、3種類の波長特性の異なる衰退がありました。子細胞は双極細胞とシナプス結合し、さらに双極細胞は網膜神経部子細胞とシナプス結合しています。網膜神経部子細胞が網膜の情報処理の最後の神経細胞です。 その軸索が眼球の外側に出て視神経と名前を変えて中継核の外側室状態にシナプス結合します。外側室状態からは四方線を経由して後頭用の一次視覚や V1 へと投射されます。その後、V2 以降の視覚前のを経由して側頭用または頭頂用において工事の処理がなされていきます。 網膜神経物質細胞は、その構造と神経節結合の特徴からミジェット細胞、パラソル細胞、その他に分類されます。ミジェットの語は小さい人、パラソルは傘という意味です。ミジェット細胞は細胞体および樹状突起の広がりが小さく、空間分解能は高いですが、時間分解能は低いです。パラソル細胞は細胞体および樹状突起の広がりが大きく、時間分解能は高いですが、空間分解能は低いです。 これら2種類が網膜神経物質細胞の多くを占めます。人を含む霊長類の外側質状態は6層構造を持ち、複側の2層の大細胞層、マグノセルーラーレイヤーはパラソル細胞から、配側の4層の小細胞層、パーボセルーラーレイヤーはミジェット細胞からの入力を受けます。パラソル細胞はマグノセルーラーから M 型網膜神経物質細胞、ミジェット細胞はパーボセルーラーから P 型網膜神経物質細胞とも呼ばれます。 大細胞層の神経細胞は空間分解能が低く時間分解能は高く小細胞層の神経細胞は空間分解能が高く時間分解能が低いという特徴があります。他に外側質状態の下流細胞層コニオセルーラーレイやへ投射する神経細胞があり、色覚に関与すると考えられています。 左右の目からの入力は層ごとに分かれて、同側の目からは2、3、5層に、反対側の目からは1、4、6層に投射されます。下流細胞層は1から6層の各層の間に存在します。大細胞経路は網膜のパラソル細胞から始まります。外側質状態の大細胞層は V1 の第 4Cα 層に投射します。第 4Cα 層の神経細胞は次いで第 4B 層に投射します。 第 4B 層の衰体細胞の受容やは両眼性の性質を持ちます。さらに方位選択性があり運動方向の選択性もあります。しかし色に対しての感受性はありません。 この経路に属する神経細胞は瞬間的に反応すること、比較的大きな受容器を持つこと、さらに運動方向選択性の神経細胞の割合が最も多いことから、この経路は対象物の動きの分析に関わり、運動行動の指針に関わっていると考えられています。小細胞ブロック間領域経路は、網膜のミジェット細胞に発し、外側質状態のコカリュー細胞層に投射します。 外側質状態の消化流細胞層は V1 の第 4Cβ 層に軸索を送ります。第 4Cβ の神経細胞は第2および第3層のブロックとブロック間領域とに投射します。これらの神経細胞は一般的には運動方向と波長に選択性がありません。両眼性の需要矢があり、方位選択性を持っています。 この経路にある神経細胞は包囲選択性のある最小の需要やを持つことから対象物の詳細な形態の分析に関わっていると考えられています。ブロック経路はミジェット細胞とパラソル細胞以外の網膜神経物質細胞に発し、外側質状態の形相に投射します。外側質状態の形相細胞は V1 の第2および第3層のブロックに直接投射します。 ブロップは小細胞と大細胞経路、軽相からの入力が修練している部分でもあります。ブロップにある神経細胞の受容やは色に対する感受性があります。単眼性であり、方位選択性を書いています。ブロップの神経細胞は対象の色の分析に関わっていると考えられています。V1 や第一次視覚や、の名前の由来は外側質状態からの情報を一番先に受け取ることから来ています。 V1 やより先には V8 のまでの視覚領域があり、それぞれで視覚情報の分析が行われています。それぞれどのように視覚に関わっているかについて議論がなされています。V1 やは優先皮質、V2 以降は優先外皮質とも呼ばれています。皮質には2つの大まかな視覚の処理の流れの仕組みがあります。 一方は優先皮質から配側を回って頭頂用へと伸びる経路の配側炉で、他方は優先皮質から腹側を回って側頭用に向かう経路の腹側炉です。配側炉は対象の動きの分析と視覚による運動の制御に関与しており、腹側炉は視界の知覚と物体の認知に関与していると考えられています。これらの処理経路に関する研究は単一ニューロンを記録できるマカクザルの脳で主として行われてきました。 近年では、FMRI を用いた研究で人の脳でも、マカクザルと似た特性を持つ脳の領域が特定されてきています。有線外質の配足炉と副足炉は、V1 野の大細胞経路、小細胞ブロップ間領域経路、ブロップ経路と関連を持っています。V1 野における視覚情報処理は、外側質状態の3種類の細胞層からの入力が並列的に処理されます。視覚野の2番目に広い領域です。 V1 からの強いフィードフォワード接続を受け、V3、V4、V5 へと接続を行っています。V2 やの表面も組織的に分けることができ、太島、島間領域、細島が交互に並ぶ島模様として見えます。V1 やからの出力の多くは V2 矢へと送られ、V1 のと多くの共通な特性が V2 やでも見られます。また、V1 やへの強いフィードバックの連絡もあります。 大細胞系の経路は太島に、小細胞系の経路は島間領域と細島に、下流細胞系の経路は細島にそれぞれ投射して、V1 野で見られるのと同じ刺激特性への選択性を持ちます。V2 野の多くの神経細胞は主観的輪郭の方位にも応答します。主観的輪郭とは、物理的には存在しないが、周りの刺激の縁によって知覚される輪郭のことです。 また、V2 やは面と面との境界がどちらの面の輪郭であるか、つまり視覚刺激が図の一部か地の一部かなどによって選択性を持つ神経細胞が多いです。そのような選択性は両眼視差の異なる2つの面の間の境界でも見られます。V2 やからは、V3 やを経て、大細胞系の経路と小細胞系の経路で処理の流れが大きく分かれます。 大細胞系の主な経路は頭頂連合矢へと投射される経路で、排足炉、ドーサルストリームと呼ばれます。この経路には、MT や MST 矢が含まれます。なお、MT 矢へは V1 矢の 4B 層と6層から直接入力を受ける経路もあります。一方、小細胞系の主な経路は V4 矢を経て、下側頭皮質へと投射されます。この経路は、副側炉、ベントラルストリームと呼ばれます。 機能的には配速経路が運動や空間認知に関する情報を処理し、副速路が物体認知に関する情報を処理すると考えられています。これは、盗聴連合やを損傷すると空間的課題の遂行に障害を受け、加速等皮質を損傷すると物体の形の処理を必要とする課題の遂行に障害を受けるという人や猿の事例によっても裏付けられています。こうした特性の違いから、配速路はホエア経路、副速路はワット経路とも呼ばれています。 また、頭頂連合矢が運動系に出力し、運動行為に関連していることを強調し、配足炉をハウ経路と呼ぶこともあります。配足炉は時間解像度の高い大細胞系の経路を経ることで、観察者自身の動きによる視野上の視覚情報の変化に瞬時に反応できるような高速処理を行っています。 一方、副側炉は空間解像度が高く、色覚に関与する小細胞系の経路による投射を受けることで、顔などの細かい対象の特性も識別できるような処理を行っていると考えられます。こうした2つの経路の時空間特性の違いは、網膜神経物資細胞に端を発しているといえますが、肺側炉は大細胞系、副側炉は小細胞系、というように神経細胞集団が完全に分かれているわけではありません。 排足炉に属する MT やの神経細胞のほとんどは方向性を持ち、また多くの神経細胞が両眼視差にも選択性を持ちます。MT やからさらに1段階工事のところに MST やが位置しています。一般に工事の四角やほど需要屋が大きくなりますが、MST やには左右半視野にまたがるほど大きな需要矢を持つ神経細胞があり、事故が移動したときに生じるオプティックフローと呼ばれる視野全体の運動の処理に関連していると考えられています。 V3A の前方にある V6 も周辺視野から投射を受けるため、オプティックフローの近くと関連すると考えられています。これがオプティックフローを体験できる映像です。画面に目を近づけてご覧ください。 速の頭頂連合には体勢感覚や眼球運動また腕の到達運動に関連した活動特性を持つ神経細胞が存在しますまた眼球運動に伴う網膜像の位置の変化によらずあくまでも自分自身を基準とした視覚刺激の位置に対して選択的に応答する神経細胞も見つかっていますしたがって頭頂連合やは空間情報を運動行為に利用するための処理を行っていると考えられます 止まった電車に乗っているときに、向かいの電車が発車する様子を見ていると、自分が乗っている電車が動いたような感覚に陥ることがあります。広い視野に運動が提示されると、自分の体が移動しているような感覚が生じることをベクションと言います。左方向の運動からは右方向のベクション、上運動からは落下のベクション、放射状に拡大する運動パターンからは全身のベクションが生じます。 一般に広い視野の運動や奥に近くされる運動に対してその反対方向にベクションが生じます。これは視野の運動入力が下界物体の運動ではなく自己体の移動に起因すると脳内で解釈されて生じる知覚です。MST 矢では広い需要矢を持ち定時位置に依存せず平身運動。 拡大縮小運動、回転運動のうち特定の運動に選択的に応答するニューロンがあるため、進行方法知覚やベクションに関与している可能性があります。MT やや MST やには、運動視差に関連する細胞も見つかっています。運動視差とは観察者の視点の変化、あるいは観察対象が移動することによって生じる視差で、観察対象の奥行きを知覚することができます。 私たちの住む世界は動きで満ちていて、動いている対象物をどう対処するかで生死を決定づけることがあります。MT やと MST や付近の皮質量やは人の運動近くにとって重要です。このことは、脳の損傷によって動きの認知能を失う、運動網、永近トップシア、という珍しい症例で示されています。1983年ジールらによって報告された損傷例です。 43歳の時脳卒中を患い、動きに対して特に反応する優先外の視覚やに損傷を受けました。ものの名前を言うのが困難といった脳卒中の後遺症は見られたものの、神経心理学の検査はおおむね正常で、視覚も比較的正常でした。しかし、動きを視覚的に知覚できず、世の中がストロボ撮影した映像のように静止画の連続に見えるようになっていました。 彼女の訴えでは、例えばカップにコーヒーを注ぐとき、ある瞬間ではコーヒーはカップの底に凍りついているように見えます。そして次にはコーヒーが突然流れ出てしまい、溢れてテーブルを汚してしまうのです。さらに困るのは、通りを横切るときです。ある瞬間では走ってくる自動車は遠くにあるのがわかります。が次の瞬間に自動車は彼女のまさにすぐ横にあるのです。 運動知覚脳の消失は一見些細に思われますが、彼女の生活に深刻な影響を及ぼしていました。この症例から示唆されるように、運動知覚脳は優先皮質の先にある配足炉の特殊なメカニズムに基づいています。副足炉視覚量やで最も研究が進んでいるものの一つが V4 やです。V4 やは優先皮質のブロックとブロック間領域からの情報入力を V2 やで中継された後に受けます。 V4 やの神経細胞は有線皮質の細胞よりも大きな需要やを持っており細胞の多くは方位と色の2つの選択性を持ちます極率や極座標で表現される曲がった線分やらせん刺激など方位より複雑な形の処理に関連した刺激に選択的に応答する神経細胞があることから V4 やは色や形を処理する複足炉の中継地点であると考えられています V4 やの神経細胞の色覚に関連した特性としては、色の恒常性が V4 やで成立するという報告があります。大脳性色覚異常は、網膜の衰退の機能は正常であるのに、色覚が部分的または完全に失われるという特徴を持つ障害です。この障害を持つ人には、視界は灰色の影ばかりで単調に移ります。 皮質性色覚異常は高頭用と側頭用の皮質の損傷と関連していて、V1 や外側質状態、あるいは網膜の障害とは無関係であることから、色処理はもっぱら副足炉でなされていると考えられています。副足炉には色選択性細胞と形選択性細胞が共存しています。大脳性色覚異常がある場合、形状近くの障害も伴っています。 V4 ヤは色と形の近くに特に重要な量野だとする研究者もいますが、色覚異常をたす場所が人の V4 ヤに一致しているかについては議論が続いています。複足炉の V4 ヤの先には、複雑な受容野の神経細胞を持つ皮質量野があります。V4 ヤの主な出力先は、加速灯用の IT 野と呼ばれる量野です。IT 野の神経細胞に対しては、多彩な色や複雑な図形が敵刺激となることが分かっています。 この両野は未知覚と視覚記憶に重要な役割を担っている可能性があります。IT 野に関する発見で最も興味深いのは、ここの神経細胞のごく一部が顔の写真に強く反応することです。これらの細胞は顔以外の刺激にも反応することもありますが、顔に対する反応がとりわけ著しく、さらに顔にも刺激効果が強いものとそれほどでもないものとがあります。 FMRI 法によれば、猿におけるこの発見は人でも当てはまるようです。すなわち人の脳内に顔刺激に最もよく反応する少量野があることが明らかになっています。これは、顔の識別ができにくい点を除けば視力は正常という珍しい症状で、一般に脳卒中の結果生じて、優線外の視覚やの障害と関係があります。V4 野よりさらに高次の段階にあるか、側頭皮質の神経細胞はさらに複雑な刺激に応答します。 ただし自然界の特定の物体に一つの神経細胞が選択的に応答するほど複雑ではありませんこの場所の神経細胞は V4 やで表現された複雑な輪郭特徴に対する選択性を受け継いでそれらをさらに統合した丸や図形特徴に選択的な応答を示しますしかも細胞の好む図形を皮質にマップしてみると見た目が似ている図形特徴同士は同じ位置にコラム状に配置しています V4 や以降では対象特異的な脳領域があると考えられています。例えば、顔やや体、体、風景や物体文字にに特異的に反応すす。る領域が報告されていますただし特異的といっても他の刺激よりも優位に反応するという意味であり他の刺激に全く反応しないというわけではありません。 顔近くの人の内対応部位として、側頭用腹内側部の防水上階顔領域、FFA フュージフォームフェイスエリアの存在が知られています。また、脳波を用いた研究では、顔刺激を提示すると約170ミリ秒後に右半球側頭後部に特徴的な陰性電位 n 比約7 0が生じることが報告されています。 そして、顔の倒立画像は、成理画像に比べて N 飛躍70成分が増強されて、やや遅れることが示されています。FFA 以外にも、後頭顔領域、オファーオクシピタルフェイスエリア、も顔近くに関連し、特に目、鼻、口のような顔の部分処理に関わっているとされています。FFA は顔の全体処置と関連し、個人識別のような配置情報の認知に関与しています。 FFA を損傷すると、相棒質人という顔を見ても、誰の顔か分からず個人の同定ができないという症状が現れます。声や服装からその人物を特定することは可能です。また、肌の質感やパーツの形も分かりますが、顔ということしか分からず、自分の顔を見ても誰か分からなくなってしまいます。そのため、FFA は顔の配置処理と関連することが指摘されています。 視覚性語形領域は左半球の防水上階チューにあります。反対側に防水上階下を領域があります。この領域は文字の認知と関連しており、損傷を受けると文字が読めなくなる出読症を発症します。脳波研究では文字列に対して左優位の側頭後頭部に特異的な N 比約70成分が示されることが報告されており、VWFA 起源だと考えられています。 海馬崩壊場所領域は風景の不合化や認知に関連して反応します。この領域は室外、屋内、自然、人口、気丈を問わずあらゆる背景的な要素に反応します。PPA の機能には左右差があり、右は視覚的な機能、左は概念的な機能を担います。脳卒中などで PPA を損傷すると、風景の中にいる物体や人物は認識できるのですが、風景が認識できなくなるという症状が引き起こされます。 有線量発身体領域は顔を除く体部分に反応する領域でメガトンヤノは遺色にあります EBA は写真、線画、シルエットにも反応します防水上階にも体に選択的に反応する領域がありますが FBA コロン FUSIFORM ボディエリア機能的に異なる可能性が指摘されており EBA 発身体部品 FBA は体の全体的な知覚と関連するという報告があります